本当にお財布に1円しかなくなっちゃったこともあって。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。もったいないとかそういう気持ちじゃなかった。なんか今もそうなんですけど、大体もう方程式が分かってきたんで、まあ苦労することあるかもしれないけど、大体大丈夫かなと思って。あ、じゃあその自信はもうそこまででやってきたことでなかった、うん、まあ分かりやすく言うとサラリーマンの人が辞めて、いわゆる働き方とかっていうとか、それで食えるかなとか、どうやって食っていくのかなとか、なんかそれでうまくいかなくて借金背負ったら、いろんなこと考えるじゃないですか。そういうのはなかったんですけど、増えないの心配とか。ないですね。心配事はいっぱいありますよ、うん、本当にお財布に1円しかなくなっちゃったこともあって、うん、あ、これが財布にも口座にも何もない1円かって思ったこともあるしただ結局まず第一に逃げるという行為があるのか、うん、今あるところにコンティニューしていく、続けるっていう行為、うん、という2つの路線で人生を考えるとき、嫌なことだったり、向かう未来に何か項目があるときに、ここから逃げるのか、それともこのまま続けてやってみるのかっていう2つのことだとしたら、どちらにせよ辛いんですよね、うん、そこに対するカロリーは一緒というか、うんうん、逃げても浪費するその辛さだったりカロリーは一緒だし、続けてても多分同じだけの辛さがやってきたり、うん、同じだけの労力継がないといい未来がやってこないわけだから、別にどっちがどっちで楽になるってわけじゃないと思ってて、うん、だから逃げるとか、なんか結構そういう相談を受けるときに、今やってることが辛くてとか、ここからやっぱ逃げ出したいんですとかもあるし、私が自身逃げたって言われたこともめちゃくちゃあって、ネットの中とかで。いや、どっちかというと私は逃げる逃げないではなくて、どっちにしろ生きるってことを同じ労力使うんだから、自分何やりたいの、うん、っていうところでしか全部のジャッジメントがない。じゃあこう逃げる続けるって最後の道が分かれる道があった時に、そうではなくまっすぐ行ったみたいな感じだ。結局お金がないと思う労力も、うん、めっちゃ金を手にした時の労力も絶対私変わんないと思ってるんですよ。なるほど、面白い。なるほどね。どっちにしろ焦るし、どっちにしろ、ね、心配事は増えるだろうし、あったらあるだけ増えるし、なかったらないだけ増えてるし。まあ面白い面白い。だから自分がそうなった時にそんなに不安視はしてなくて、次にじゃ何ができるかっていう今ある問題だけにフォーカスするだけなので、ほんまに怖くないですね。そこめっちゃ強いですね。そんなことないですよ。でもなんかその自信があるからなんでしょうね。もうやり方分かったしみたいな、まあいわゆる自分の中での攻略法みたいなのはなんかこう確固たるものがあったわけです。でみんなそうだと思うんですよ、うん、多分。まあ人によってね、攻略法は全然ね、万人に通ずるものはないじゃないですか、うん、でもそれぞれの人にとってはありますよね、うんうん、でもじゃあ随分若い時にそんなのゲットしたんですね。うん、いやいや、まだだからニューヨーク行ってからも分からず、うん、そこからも葛藤の日々で、うん、例えばじゃあ頭痛いとか、うん、人と喋りたくないとか、例えば頭痛いと思ったら頭痛薬飲むじゃないですか、うん、でもそうじゃない、その選択肢がなくなって問題に蓋をするんじゃなくて、本当にこの頭痛い、これは一体どこから海を出てくるんだっていうところから、その30種類の問題があるんですよね。例えば30ピル飲んでたら、なんでじゃあ起きれないの、なんで寝れないの、なんで頭痛いの、それを蓋せずに全部細分化して自分の問題を解決していくっていう、そこのプロセスで自分が取り返した自分の問題があった時に、ものすごい野蛮で、かなりこう何でも口から出ちゃうタイプだし、こう起伏とかもすごい激しかったから、そんなのが私なんだなと思って自分のことずっと嫌ってたんですよ。ただ
全部やめた時に、その餃子に入ったりとか、そういった処方箋に溺れる日々から亡くなった時に、すごい人生が楽になって、その時に、あ、自分が嫌いだった自分って、自分をずっと責め続けた自分って、この社会が作り出したんだなと思って、実は全部やめてみたら、どんどん心も落ち着いてって、空の色も変わっていくみたいな。だから鬱からもしかしたら抜け出したってことなのかもしれないけど、これやばいなと思ったんですよ。多分当時25万ぐらいで全然お金もなかったけど、ニューヨークのとある教授に誘われて、僕の下で働かないかって言われて、そんなことはめったにないから、その時日本に帰るのか、このままお金もないけどニューヨークでアシスタントやり続けるのか悩んだ時に、私には帰ってやんなきゃいけないことがあるなと思ったのが今の。だからファッションやりたくてやってるっていうよりは、私が自分で実体験したこの気持ちいい生き方で同じように悩んでる人もいるならすごい痛いし、さらにその自分が取っていたそのファッションリスポンシビリティみたいなのがあると思っていて、マリエちゃん何飲んでますかとか、何食べてますか、スタイルのいい秘密を教えてくださいって1日3回ぐらい取材受けるんですよ。うるせえよとか食べなきゃ痩せんじゃんとか思いながら、いや正しいこう、なんていうんでしょう、情報をロールモデルとして彼の人たちに教えられなかったのがすごい後悔し、今だからファッションを介して彼の人たちがまだ私のものを買ってくれて、お金を使ってくれるんだったら、オーガニックコットンだったり、児童労働のことだったりとか、お金をはたいてよかったと思えるプロダクトを私から買ってほしいと思うのが、今自分が経験してきたことから、彼女たちに教えなくてはいけないって思ってやってる。なんでかっていうと、芸能人だったんで、どうやってお金作ってるのか知ってるじゃないですか。闇営業とか含めて。結局は広告収入なんですよね、ほとんどが。あと出版もすごい収入になるし、芸能人からして。でも広告は私、製薬会社の広告出てたし、ビジネスじゃここやった。そうですよ、ね、だからそう思うと私、自分がしてる行動もゾッとしたので、じゃあ自分の会社でお金をちゃんと作ってたら、別にスポンサーなんて、お金がくれるかスポンサーはいらない、自分の感覚に賛同してくれるスポンサーはもしかしたらね、これから必要だけど、結構まずいなと思ったの。それこそ御社がこうフィーチャーしてる高橋さんとか窪塚君とか GACKT さんもそうだけど、みんな超かっこいいじゃないですか。で、自分のなんて言うんだろう、この自分の道みたいなのを見捨てるし、それをこう他人にシェアすることをあんまりヘジテントしないというか、そういう女性がまだ本当にいないから、日本はすっごい心配になったんですよ。だって周りのモデルちゃんだったり、みんながあの子みたいになりたいってよくこう、あ、ほとんどってつけておきます、なんかいい子もいるみんないい男と結婚したいしか考えてないですもん。あ、なるほどね、とか、いいコマーシャル欲しいとか、フォロワー数あと何万欲しいとか、隣に私それ見てるから、逆に日本のその女の子たちが心配で、それを見て育ったら、一体どうなっちゃうのか、そこには責任があると思う。なるほどな。でもなんかそう考えると、まあ、マリンさんもそうだし、久保塚君もそうだし、マックさんもそうですけど、こうそういう芸能界もそういう、まあ、いわゆるスポンサーありきというか広告ありきのところから一抜けたっていうようなことをしてる人たちが多いなっていう、ドロップアウトというのか、まあ窪塚君で言えばトレンディードラマは出ないとか、そのそうするとね、こう例えば日本の映画でこう主演とかやってもいわゆる番宣みたいに出れないとか、はいろいろあるじゃないですか、はい、でもなんかそこじゃないっていうか、でも芸能界的にお金の仕組みってそこなわけじゃないですか、でもそれをやらないって決めるとか、こうまあね、それこそ今
インスタライブにハマってて、うん、それが原因でこうスポンサーとか飛んでも笑ってますからね、うん、そうだからなんだろう、とにかくもう若くしていわゆる芸能界行ってバーとなって、でも同じようにその自分はこんなじゃない、まあ黒塚君が言ってたのは、まあ彼役者でこういろんな役を演じて、でいろんなそれをいろんな人からいろんな声を言われて、でも自分が実際どういう人間かっていうのが分かんなくなったって、うん、なんかすごい覚えてるのは、黒塚君がそのある時その街で歩いてたら自転車を誰かが倒れちゃったとバーッと並べたことを言うみたいに倒れちゃってて、でそれを見た時になんかあれ自分はそれをそのままスルーして歩く人間なのか、それをこう元に戻してあげる人間なのか、どれが本当の自分かが分かんないってなって、うん、もう本当無色透明みたいな、いろんな役を演じたがゆえに、で俺って何者なんだみたいなところですごい葛藤があったりして、でしばらくしてあのなんか事故とかもありながらの、うん、そこからガンシアとしてこう、まあ、もうそういわゆるそういう広告主義ありき、スポンサーありきの一切やらないっていう、周りからしたらまあ終わったっていうような言われ方を、で前世紀の黒塚さんはこう良かったとか、うん、勝手に周りに前世紀を決められるので、うん、本人的には自分の前世紀はこの先にあるのにこう勝手に決めつけられて、やっぱそういう大変な時期もあったんですけど、でも結果ね、なんか黒塚君もやりたいことのみにシフトして、うん、その先にガルナカレットカーペットに繋がってたみたいな、クレートデビューに繋がってたって、うん、でもマリエさんのその、なんだろうな、さらっと、まあ、5年って決めてたのも含め、そこに対して納得いかないのもあっても、なんか人間って、まあ、別に芸能人に限らずですけど、その貧乏になることの恐怖心みたいなのが、なんだろう、植え付けられてるのか、うん、でもお金なくなったらどうしようっていうことに、もっとなんか縛る、そこが一番なんか結構みんな、こう、恐怖心というか、食えなくなったらどうしようとか、うん、まあ日本にいるだけ死ぬわけじゃないのにっていうのがあっても、でも貧乏になるっていうことはっていうのに、でそこの辺とかましてやマリーさんとかそのいわゆるお嬢様というか、まあ言ってもそういうところからなおさら仮に本当に財布に1円ってなんか落差やばいじゃないですか、経済的なそこに対する恐怖心とかどう打ち込んだのかな、すごいやっぱり見てきてますもん、なんか自己破産してる人とか、なおさら怖くなると思います。でもその人たちが、うちの親もよく言いますけど、バブル崩壊してからどんどん周りにいる、例えばジャンボ機乗ってたらファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミーってみんな最初一緒にファーストクラス乗ってたのにどんどん落ちてくるんですね、周りの会社の人たち、そういう人たちのお金の流れとかを見てたりとか聞いてると、戻ってくると戻ってくるんですって。で、やっぱその帰ってこない人は帰ってこないし、物の考え方の持ちようだなと私は昔から思っていて、うちの父親も母親も一生懸命頑張っていろんなもの手に入れてたけど、私それが幸せだったのかとかよく考えてたり、うん、昔からしてた。ああ、じゃあなんかいろいろそういう考えさせられるっていうのかな。言われが多かったから、ゆえにその辺をとっとと来るようになったんですか。あとはやっぱ人が好きでしたね、もう昔から今も感謝してるぐらいいろんな人に出会ってきて、大体もう3000人以上の人に個人的にインタビューをしてるので、あ、そうなんですか。そういうこう人からもらう、例えば初めましてで20分間今も JWEB で毎回人にインタビュー、うん、1人ずつインタビューしなきゃいけないんですけど、その時にやっぱり相手もこの20分間でこのメディアを通して何を伝えようって、一番自分が今伝えたいところをボンってぶつけてくるわけじゃないですか、うん、それを3000回ぐらい繰り返したらどんどん吸収できるようになってくるんですよね、うん、その人の生活のヒントみたいな、その人の才能のヒントみたいな、それはやっぱり蓄積してますね、自分で。あとなんかもう一つすごいなと思うのは、こう例えばその芸能界の時、そのいわゆる製薬会社の、まあ、それはしょうがないじゃないですか、仕事で受けていた、うん、でも、そこからその
そうじゃない、こう本当にいいと思うものをとか、オーガニックなものをとかを伝える使命が自分にはあるんだ、伝えることで責任というものを感じるっていうのが、メッセージを伝えたいと思う人はいっぱいいるけど、そこに責任が自分にはあるっていう使命を感じるっていうのは、またちょっとその次元が違うなと思っていて、まあ、革命家っていうとあれですけど、今の世の中がこうこうこうっていうものに対して不満を持つだけではなくて、そこに対してどんどん発信をしなきゃいけないとか、そういうのをこう感じて動けるっていうのはすげえかっけえなーっていう。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.